皆さんこんにちは、シャルムです。いよいよ私明日、埼玉と東京の方に旅行に行ってまいります。3泊4日の予定です。はい、旅行行ってまいりますので、今日はですね、旅行のねパッキングの動画をお送りしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、で持っていくね旅行用のバッグなんですけれどね、これメゾンドフルールです。メゾンドフルールのねバッグを持っていきたいと思います。これ映ってるかな、ちゃんと。はい、この中に荷物を入れていきたいと思います。まずね、洋服がねいっぱいあるんですよね。洋服1、2、3、3日分のね洋服が入っております。はい、これ入れたいと思います。はい、なんか洋服だけでねなんかもう荷物がいっぱいいっぱいになりそうな感じなんですけれどね。はい、うわ、よいしょよいしょ。はい、洋服わ、洋服だけでいっぱいだわ。洋服が入りました。はい、で次なんですけれども、次、あ、これこれネグリジェですね。ルームウェア、弟にね、あの着替えを持ってくるのって聞かれたので、あのネグリジェ持っていくよって言った。ネグリジェなんだそれって言われたんですよ。うちの弟ネグリジェを知らないみたいなんですよね。面白いですよね。はい、はい、ネグリジェ入れました。で次がこれもいっぱいある、下着です。下着とソックスが入っております。なんかブラジャーがかさばるんですよね。入るかなこれ。よいしょよいしょよいしょ。うわ、入れるのも一苦労でございます。よいしょ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 、入れちゃうんだ。はい、入りました。うわ、パンパンになった。はい、でまだありますよ。まずこれ化粧品が入ってるポーチですね。はい、化粧用のポーチ。はい、セザンヌのファンデーションとかね、あのアナスイの口紅とか持っていきたいと思います。はい、入れます。よいしょよいしょ。はい、でこれ和柄のポーチですけど、これ旅行行くときいつも持ってってるんですけれども、うちの母がね、あの洗い流さのトリートメント、あのこれ小さいからあの旅行に便利だよっていうので持たせてくれました。であとはコンタクトの洗浄液ですね。これも旅行用サイズです。はい、で一泊はホテルに泊まるつもりですので、ホテルに行ったらねこのアーブロを楽しみたいと思います。なんか私がね泊まるホテルね大浴場もあるっていう話なんですけれどもね、うん、大浴場入りたいですけどね、もしかしたら入らないかもしれません。であとホテルで飲むのにね、あのハーブティーとかお茶関係ね、お茶関係も持っていきます。わあ、でこれもまたまたポーチです。この中にはね、あのどこかのホテルでもらったブラシを入れております。であと日焼け止めですね。ニベアも持っていきますよ。はい、で除菌ジェルも持っていきます。よいしょ、
それでこれがね、スキンケアが入ってます。これ無印で買った洗顔フォームで、クレンジングも入ってますし、オールインワンジェルも入っております。よしよしよし。でこれは薬です。はい、薬もね、忘れないで持っていかないといけないですよね。薬です。はい、うぎゃー、すげーパン、すごいパンパンになってます。袋が、わあすごいな。で、で忘れちゃいけないのがこれ、スマホスタンドです。あの東京行った時にね、あのいっぱいね、あの動画を撮ろうと思っているので、この3、あのスマホスタンドを持っていきます。いや入るんだろうか。はい、で最後忘れてはならないのがモバイルバッテリーです。あのね、途中で電源切れたら最悪ですからね。モバイルバッテリーも持っていきます。はい、これで全部なんですけれど、うわ、キャー、パンパンになりました。パンパンだわこれ持って歩くのね、うわちょっと大変だけどね、持って歩きたいと思います。はいね、まあ3泊4日ですからね。ちょっとこれ3泊4日は厳しいのかな、このバッグじゃ。うん。っていう感じですけれどね。はい。本当重たいわ。重たい。重たいけど、これを持って歩きます。私はね、ロッカーに荷物を預けるのは好きではないのでね、ロッカーの荷物預けるのも高いですよね。はい。頑張ってね、この旅行カバン持って歩きたいと思います。はい、それでセカンドバッグというかね、このポーチをね持っていきたいと思います。このポーチはね、キューポットで買ったものです。大阪にね、いつだったかな、あれ3月ですね。3月に大阪行きまして、ルクア大阪にキューポットが入ってるんですよね。その時買ったポーチです。この中にね、現金を入れております。はい、このようにね、ぶら下げて歩きたいというふうに思っております。はい、でも荷物が大変なことになっておりますねえ、本当3泊4日だと荷物も大変だわっていう感じなんですけれどもね、いよいよ明日埼玉に行って、東京行ってっていう日程でね、行きたいというふうに思っております。埼玉には弟が住んでおりまして、もう本当ね、コロナになって以来ね、姪と甥には会ってないんですよね。姪っ子がね、もう中学生になるんですよね。もう大きくなってるんだろうなっていうふうに思うんですよ。以前私に会った時はすごいね、私に懐いてくれてた子なんですけれどもね、お年頃になってどのように変化しているかっていうのが気になりますけれども、まあ久しぶりにね、弟一家と会えるっていうのも楽しみにしております。はい、それで東京行きましたらね、
オフ会の下見に行ってまいります。はい、すごくね楽しみにしてるんですけれどね、あのお友達のチョココお姉さんとようこさんと一緒に3人でねあのリサーチをしてまいります。はい、あの本当ねあのいいお店だったらいいなっていうふうに思っているんですけれどね。はい、でその後はまあいろいろ東京観光ですね。はい、イケア行ったりラフォーレ原宿行ったりキューポット行ったりね、他にもあの新宿も案内してくれるみたいなのでね、新宿での、旅を楽しみたいと思います。というわけでですね、動画配信なんですけれども、24日、25日、26日、27日の4日間は動画配信をお休みさせていただきます。申し訳ございません。もしかね、この4日間の間に私の余力があればね、時間的にも精神的にも肉体的にも余裕があれば、もしかしたらあの動画配信するかもしれませんけれども、まあちょっとお約束はできない状況ですので、まあ一応ね、24、25、26、27日と動画配信はお休みさせていただきたいと思います。はい、というわけで今日もご視聴いただきましてありがとうございました。気に入ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは気をつけて、関東の旅行ってまいります。はい、ありがとうございました。